中日ドラゴンズ後山川穂高だけ最後のピースやチュニドラ優勝してまう。最後に笑うのはチュニドラってわけ。現役ドラフトも楽しみや。結局立浪って右の大砲欲しかったんじゃん。カットうちらのなんだの言って強がっちゃって可愛いやつめ。なんか山川と安楽のせいで翔さんが今年も何か問題を起こしてクビになったみたいな感じになってない？ペナント終わった後にルーキーズでも読んだのかな。中地はショートとセカンド、中田はレフトや。翔さんファースト、ビシエドファースト寄りのセカンド、中地は本職のショート。監督が素晴らしいので全員ウェルカム。これ以上補強しなくても今年のドラフトの中に大物新人が隠れてるかもしれん。中田のレフトもそこそこうまい。山川は DeNA も取りに行けばいいのにな。山川まで獲得したら逆に試合見てみたくなるやろ。もはやチームの腹がたないやん。これで清原入ったら新喜劇球団誕生や。監督がそもそも黒すぎるから選手が霞んでしまう現象なんやこれ。そもそも山川って出場停止処分解けてないんちゃうの？フェニックスは公式戦じゃないから出てただけで、中田が入ったことで暴力公認チームになった。チュニドラ、山川取るならビシエドいらんから年俸半額負担ぐらいでソフトバンクか西武が引き取ってくれないかな。ご視聴ありがとうございました。